皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士のぬのめです。今日第9回は、炭水化物についてのお話をしたいと思います。炭水化物、次回も、さらに、詳しく話していきたいと思いますので、今日は炭水化物その1として、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず、炭水化物とはというところで、炭水化物ってよく聞くと思うんですけれども、それと同時に糖質っていう言葉も、聞いたりすると思います。で、同じような意味で、使われるんですけれども、炭水化物と糖質っていうのは、まあ、正確に言うとちょっと、意味合いが、異なってきます。で、炭水化物っていうのは糖質と食物繊維、この総称のことを炭水化物というふうに言います。で、分類はどうされているかって言いますと、生理的特徴によって人の消化酵素で消化できるかできないかで分けています。なので、人の消化酵素で消化できるものを糖質で、消化できないものを、食物繊維というふうに分類しています。はい、なのでこのように分けられます。そしてこの糖質っていうのは、1g あたり、4kcal で、食物繊維は、これはですね、ちょっと物によって、ちょっと変わってはくるんですけれども、だいたい 1g、0キロカロリーから、2キロカロリーというふうに言われています。で、食物繊維っていうのは、腸内細菌の、発酵分解によってエネルギーを、産生するというふうに、言われています。では、この糖質ですね、まずこれが、多く含まれる食品、どんなものがあるかと言いますと、穀類であったり、あとは一部の、野菜、トウモロコシであったり、芋類とか、あとはかぼちゃとかですね、こういったものに、多く含まれています。あとその他には果物にも、多く含まれています。で、食物繊維が多く含まれている食品は、同じく穀類、特に未精製であるもの、玄米であったり、胚芽米であったり、そういったものに多く含まれています。精白米になってしまうと、ちょっと食物繊維は少なくなってしまいます。で、その他にはキノコですとか、豆類ですね、あと野菜なんかに食物繊維は多く含まれています。で、食べ方のコツなんですけれども、この糖質の、主な、役割としてはエネルギーを作り出すということが、大きいです。私たちが動いたりとかするエネルギーですね、体を動かしたりするときに使うエネルギー、それを作るっていう役割が、非常に大きいです。で、その、エネルギーとして使われるためには、ビタミン B1 という、栄養素が必要になります。ですので、ビタミン B1 を、B1 ですとか他のビタミン B 群と言われるものですね、そういったものを一緒に摂ると、有効に、エネルギーにとして使われるというふうに言われています。で、そのビタミン B1 っていうのは、何に多いかっていうと、これも穀類の、未精製のものですね、そういったものに多く、胚芽と言われるところに、よくビタミンが、多く含まれているというふうに言われています。その他お蕎麦とかにもね、多いというふうに言われていますので、食べるときに、ビタミン B1 も一緒に、摂っていただくとより有効に、使えるかと思います。で、では、どれぐらい入っているかって言いますと、この糖質ですね。まず糖質が、じゃあ今これ、こういったものに多く入っているよっていう説明したんですけれども、じゃあ、何にどれぐらい、入っているのかというのをちょっと、一例でご紹介したいと思います。例えば、穀類であったら、精白米ですね。普通の白いお米ですね。ご飯ですね。
白いご飯でしたら、大体お茶碗1杯、150g ぐらい、持ったとします。大体1杯がそれぐらいなので、そうすると、その1杯の、150g の、精白米の中には、炊いたお米の中には、55g、入っていると言われています。でパスタ1束でしたら、74g で、うどん1玉でしたら48g で、あとバナナですね、バナナでしたら1本あたり 20g の、糖質が、入っているというふうに、言われています。で食物繊維は、これはお蕎麦でしたら1玉で、3.6g、玄米、玄米の、ご飯でしたらお茶碗1杯で、2.1g で、大豆50g ですね。大豆 50g 取った場合には 3.3g の食物繊維。あとごぼうもね、よく食物繊維豊富って言われますけれども、ごぼうも 50g でしたら 2.9g。あと、干し椎茸ですね。干し椎茸大体5つぐらい、取っていただくと、3.3g の食物繊維。あとえのきでしたら、2分の1束ですね、半分、1束半分でしたら、1.6g ぐらいの、食物繊維が取れます。で、過剰症ですね、この炭水化物を多く取りすぎた場合ですね、食物繊維は、まあ、どっちかというと不足しがちな、ものなので、たくさん取っていただいていいんですけれども、糖質は、過剰に摂取しすぎますと、まあ、よくスポーツ選手はね、糖質、試合前とかたくさん取った方が、いいって言います。それはやっぱりエネルギーとして、筋肉とか肝臓に、まあ、グリコーゲンという形で、蓄積することが、望ましいので、それがいいんですけれども、まあ、なのでたくさん取ると、まず私たちの、肝臓とか筋肉に蓄積されます。でそれが必要に応じて、まあ、エネルギーが必要になった時には使われていくんですけれども、それが使わなかった場合、これは、脂肪になります。中性脂肪となってしまいます。ですので、過剰に摂取してそれを消費できない、消費エネルギーが少ない時には、それが、まあ、肥満の原因に、なってしまいます。でまあ、肥満になると、まあ、生活習慣病にもなりやすくなるので、まあ、そういった、過剰症 の場合には、心配があります。で逆に不足してしまった場合ですね、糖質が不足してしまうと、これ、まあ、エネルギーの、ね、元になるって言ったんですけれども、私たちの脳も実はエネルギーが必要で、脳のエネルギーも、になっています。ですので、まあ、脳にもエネルギーがいかなくなると、まあ、ぼーっとしてしまったり、まあ、そういったことがあります。あとは、エネルギーがね、体の中で足りなくなってしまうので、そうすると、他のものを使って、タンパク質とか、脂肪をですね、分解して、私たちの体エネルギーを作り出そうとするので、例えば筋肉ですね、筋肉も分解されてしまって、エネルギー作り出すっていうことも起こるので、筋肉が減ってしまうというような、こともあります。では今日は、炭水化物についての、分類と、まあ、糖質、食物繊維の、それぞれの、お話をさせていただきました。以上になります。ありがとうございました。